大内義隆が出現し、ついにベールを脱いだ魔界少女軍。一方、同盟を結んだ黒魔術軍と魔界水軍は微妙なバランスの中、互いの思惑を探り合う。その中で、クロイス、お市の方、ウラド、ウジェリーは不気味な動きを。魔界水軍は、ジライアとバトを襲うが失敗。覚醒するジライアの前に現れたのは、里見八犬士の一人、犬塚志乃であった。真田重雄氏はまた一人、仲間が合流する。そしてこの世のクライマックスは生命を襲撃する黒魔術軍の前に現れる土方歳三と鶴姫、末高房も加わり、五芒星軍の大反撃が始まる。右近は冥界の使者を投入し勝負をかけるが、前田刑事の参戦と越智安成の裏切りによりあと一歩のところで五芒星軍を取り逃す。激怒する右近の前に現れた滝夜叉は、その頃才蔵はクロイスとウラド、お市の方に誘われる。